クロセタン、または2、6、11、15、テトラメチルヘキサデカンは、イソプレノイドに分類される、炭化水素である。異性体の負担とは異なり、クロセタンは、イソプレノイド骨格の同じ単同士が結合している。クロセタンは、現代の堆積物や、地質学的記録から、バイオマーカーとして検出されており、しばしば嫌気性メタン酸化に関連している。 クロセタンは、1920年代末から1930年代、初頭に、クロセチンの構造同定のために研究され始めた。1950年に、赤外線スペクトル、1968年に、質量分析スペクトル、1990年代に1、HNMR 及び13、CNMR スペクトルが報告された。1994年、ャンカオビアンは、 カテガット海峡の無酸素堆積物からクロセタンの強い 13C の喪失を報告した。このような低い 13C 含有量は微生物が常に 13C を含まない生物由来メタンを炭素源として利用するためであると考えられている。後年いくつかのグループがメタン流出体付近の堆積物で似た状況を観察した。クロセタンはメタン細菌と 硫酸還元菌からなるイヤケセイメタン、酸化共同体の存在する環境で見つかった。これらの作用により、クロセタンはイヤケセイメタン主化の最初の生態マーカーとなった。2009年、アーチン・マゾリンらは、カナダ西部堆積盆地のデボン期の堆積物及び、原油からクロセタンを検出した。彼らは、 このクロセタンの天然の線具体は、緑色用細菌由来のイソレニエラテンとパラレニエラテンであると主張した。これは、クロセタンがアリミツ層の有機シニアとも関連し得ることを示している。構造的な類似性のため、クロセタンはしばしばフィタンと共に用意し、同定は難しい。部分的な分離には、特殊なガスクロマトグラフィーが用いられる。例えば、ボルカー・ティールらは、 水素をキャリアガスとしてスクアレンの25メートルキャピラリーカラムを用いる。同様の理由でクロセタンとフィタンの質量分析スペクトルもクロセタンが強い M Z、Z イコール183フラグメントを持たないこと以外は非常に類似している。クロセタンを同定するためには質量分析器をイオンモニタリングモードにし M Z、Z イコール113、169 183、197、282をモニターする。ポール・グリーンウッドとロジャー・サムンズは2003年にガスクロマトグラフィータンデム質量分析を用いて M、Z196、127、126及び168、126の娘イオンを測定しフィッタンからクロセタンを区別したと報告している。ありがとうございます。